今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は609人でした重症者は5日連続で60人を超えました感染が確認されたのは10歳未満から90代の609人です直近7日間の1日当たりの平均は842人で前の週の112.8%となりました年代別では20代が最も多く 148人、ついで30代が123人と続いています。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は70人でした。重症の患者数は前の日と変わらず65人で、5日連続で60人を超えました。